どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回は最近発売されたチタン製焚き火台パビという焚き火台を紹介したいと思います。ベルモントという新潟のメーカーでメイドインジャパンの焚き火台です。広げた時の大きさはピコグリルとほとんど同じ大きさなんですけど、ピコグリルより軽くて安いという特徴のある焚き火台です。価格も大きさもピコグリルと似ているので、今回はピコグリルと比較しながら見ていきたいと思います。ということで早速メイドインジャパンのチタン製焚き火台パビを見ていきましょう。この焚き火台の特徴は1、日本製であること。2、チタン製だから軽くて錆びないということ。3、横の板は取れるので長い薪も切らずに入れられるということ。4、足は3本あり6点で支えています。それにより安定性が増しています。5、付属の網は足に固定できます。6点の足とずれない網のおかげで安定した焚き火台になっています。6、網と人の距離が近いので少ない薪で大きな火力を得ることができます。7、つまり炭での調理もできます。これはピコグリルには絶対に真似できない使用方法です。8、慣れれば組み立ては30秒、撤収は5秒でできます。早速詳しく見ていきましょう。付属品はチタン製の板が2枚、ステンレス製の足が3本、チタン製の側板が2枚、ステンレス製の網、ナイロンの収納袋です。組み立て方は簡単で、まず2枚のチタンの板を合わせます。その後足を1本ずつかけていきます。この足をかける作業に少し慣れが必要ですが、一度焚き火台を使えばチタンに曲がりの癖がつくので、癖がつけば組み立てがしやすくなります。3本の足を取り付けた後、網を足に固定してあげれば完成です。側面の板2枚が付属していますが、僕的に使い道がよくわからないのでいつも外して使用しています。長い巻きを使用する場合、このように置くよりも側面の板を1枚だけ使用して網の下の端から燃やしていくと賢い使い方かなと思います。この焚き火台で一番気に入っているポイントは安定しているということです。本体もさることながら網も固定されているので、重いものを乗せたり焚き火台が倒れたり網が落ちることを心配せずに、フライパンを振ったりゴシゴシと調理がしやすい焚き火台です。ライバルのピコグリルに付属しているスピットお得ですが、ピコグリルに置くだけなので安定性に欠けており調理がしづらいと感じていました。またピコグリルは火とごとくとの距離が遠すぎて、お湯を沸かすのにも大量の薪が必要でした。この映像をご覧ください。左がピコグリル、右がタビです。タビは網の部分は大火力ですが、ピコグリルのごとくの部分は火の茶キッチョしか届いていません。これでは大火力で調理したり、コーヒー1杯分だけのお湯を沸かすのにも苦労します。この点はピコグリルを使っている皆さんも気になっていたポイントかなと思います。ベルモントの旅は人の距離が近いので、火力を無駄にすることなくさっと調理して安定した本体のおかげでさっと仕上げることができます。僕が焚き火台を選ぶときに重視しているのは、焚き火をする道具として大きさや構造はどうなのかという点と、調理する道具として調理がしやすいかどうかという2つの点を考えて選んでいます。ベルモントの焚き火台は他の道具を使わずに切らずに長い薪を入れられる点や、チタン製で組み立てが容易だという点で焚き火台としても優秀で、かつ安定した構造で重いスキレットやダッチオーブンまで乗せられるという僕にとって最高の焚き火台となりました。ピコグリルは焚き火台としては優秀ですが、火と網との距離が遠すぎてお湯を沸かすのにも大量の薪が必要でした。ピコグリルで安定性を持たせるにはトライポッドや別売りの網を買う必要がありましたし、軽くて薄いピコグリルだけど調理のしやすさを追い求めると別の道具を持っていく必要があり、逆に重くなる現象が発生していました。そんな中発売されたベルモントの旅は、旅1台だけで全てが完結できるという僕にとってドンピシャな焚き火台でした。ピコグリルの重さは 443g です。一方旅の重さは付属品すべて含めたとしても 423g と軽くて薄く、車だけでなくバイクや自転車、バックパックで持ち運ぶのも苦ではないおすすめな焚き火台です。僕は7月からバイクで日本一周する予定ですが、この旅を持って旅してきます。日本一周中に焚き火をする予定はありませんが、100均に売ってある炭で調理できたり焚き火台としても使用できるので邪魔にならないのであれば持っていかない理由はないと思いませんか？ほ
いところでいかがだったでしょうか。ベルモントの旅という焚き火台の紹介でした。今日撮影しているこの場所なんですけど、僕の家の前で撮影してるんですけど、貝殻じゃないな、いろんなね、海の生物がいるんですよ。もちろん、魚もいますし、貝ですね、ミナとかカメの手とかいろいろあるんですけど、っていうのをもう取ってもうその場ですぐ食べちゃうみたいな、そういうことをね、もう普段からやってるんですけど、ベルモントの旅の場合は最初からしっかりした網がついてるんで、特に何も用意しなくても、カメの手焼いたり、松葉貝っていうね、僕の大好きな貝があるんですけど、松葉貝焼いたりとか、その都度こう他のものを準備しなくても汎用性があるんで、何でもこうこなしちゃうっていうのが、旅の特徴かなというふうに思います。まあ、ぶっちゃけこの時点でですね、ピコグリーンの方は火がここまで届いてないんですよね。だからもう間違いなくベルモントの旅の方が早く湧くんですけど、ベルモントの旅は焚き火台としても優秀ですし、調理器具としても高い火力を出すことができるので、もちろん薪を少なくすればね、火力を小さくすることができるので、今ピコグリルを持っている人が買い替えるほどのものではないかもしれないですけれども、もし皆さんがピコグリルを持っていなくて、これから焚き火台が欲しいなと思っているのであれば、ピコグリルと比較して検討してもいいんじゃないかなと思うぐらい、めちゃくちゃおすすめな焚き火台です。貝殻っていうか、食べれるやつとかね、松葉貝っていうんですけど、松葉貝とか、亀の手とかってもうそこら中で取れるんですよね。こういうのね、ちょっと食うような、取って食べるような生活を毎日してるんですけど、ベルモントの焚き火であれば網がついてるんで、このままこうやって乗せちゃって焼くことができるんで、そう、ベルモントの焚き火台であればこんな感じですね、網に乗せて、貝殻とかね、貝とか簡単に焼くことができる。あ、いい感じですね。こんな感じでジュージューいってますね。ピコグリルはね、このままの状態だとそういうことはできないので、僕の使い方にはね、もうこんだけ広い海というか、家の前にこんなのがあるんで、普段の生活というか僕のスタイルにも合っているなという焚き火台でございます。てな感じで、皆さんにも、それぞれね、皆さん自身の、使い方、焚き火台の使い方っていうのがあると思うんで、どちらがいいか悪いかとかじゃなくて、僕みたいに、調理がしたいのであれば、ベルモントの焚き火台っていうのはものすごくおすすめですし、焚き火台としてガンガン薪を燃やしたいのであればピコグリルが、いいですしっていう感じで、自分の使い方に合ったものを、選ぶといいかなと思います。ってことでですね、松葉貝ちょっと食ってみましょう。これがね、またうまいんすよ。これマジでうまいですからね。いただきます。マジでうまい。そこら中にいますからね、無限に取れます、松葉貝。うまっ。何も洗ってもないし、もう取ってすぐ焼きました。亀の手もね、ちょっと食べたいですね。あー、うまっ。松葉貝です。これをね、ピコグリで焼こうとしたらなかなか難しいんでね、もちろん網を持ってくればね、何も問題もないんですけど、こうパッとした時にパッと、ああ今日ピコグリル網持ってくるの忘れたわみたいな感じになることってあるじゃないですか。そういうことってアウトドア中ね、そういう時にこう付属品だけで、ただもうこのセットだけで、何でもできるっていうのが僕は気に入っているところです。ってな感じでですね、この、ベルモントの旅さえあれば何でもできる。ベルモントさんが旅って、商品名を付けた時点で、多分旅を意識して作ったんじゃないかなと思います。だからこそこう1台で何でもできるように、完結できるようにしてるんじゃないかなと思います。こんな感じですね。これチタン製の底の、板が2枚あるんですけど、これは僕使ってないです。なんかよく使い道が分かんないんで、ってな感じでございます。今ですね、ピコグリルも旅もですね、火が出てない沖の状態になってるんですけども、もう沖の状態になったらピコグリルは調理することは不可能です。ここまでのね、距離がだいぶ遠いので、沖の火力、火が出てない状態だと調理はもうほぼ不可能なんですけど、ベルモントの旅の場合はこの沖とこの網の、距離が近いので、沖の状態でも、じっくりコトコトこう調理できるっていう、今ね亀の手焼いてるんですけど、このぐらいの沖の状態でも調理することができるんで、結果こうトータルな費用、薪の消費量とかも考えると、旅の方がいいのかなって個人的には思います。ってことですね、ベルモントの旅の、紹介でした。購入先の方を概要欄の方に貼っていくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ってことで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ではまた。